島の英道、島の栄道は、臨済州の僧侶。ニューヨーク市内のニューヨーク禅道消防寺及びキャッツキルの大菩薩禅道混合寺の使家として、禅を指導。元西岸短期大学客員教授。無意室とゴース。アメリカ以外の欧州諸国でも、接心を指導。名古屋市内にて2018年2月18日宣言。 三島市の流沢寺専門道場にて、中川総園の下とで参戦。1960年に渡米、ハワイ大学に学ぶ。その後、1965年に、ニューヨークに移り、1968年マンハッタンに、ニューヨーク全道消防寺を開け人へ。1976年には、ニューヨーク郊外、キャッツキルに、大菩薩全道混合寺を建立。 2010年に女性との長年にわたる関係により、両寺の運営母体の全スタディソサエティ理事長を辞任、両寺の住職も2012年に辞任。これに対しては、不適切と適切の両方の意見が大きく分かれ、法師の心か出路口が後を継いだ。1998年12月、金剛寺闇は単身ニューヨークに渡り、命に関わる窮地を、 島の栄道老子に救われで仕入りを申し入れる。その後、島の老子の言いつけを守り単独善行を続け、翌年7月、島の老子による毛筆の手紙によりで仕入りを許可され、大菩薩善道金剛寺に入山。善の修行中、金剛寺闇は、富士の病を治せることに気づき、島の老子による指導と接心によって才能が開く。 接心終了後、島野老子の教えと誓いを守り、四ーネガイのアンギャ出発。島野老子の指導によって目覚めた才能を最大に活かし、地球5周150カ国をアンギャ。魔教秘怯、イスラエル戦地へも挑む。それら奇跡の体験集を、アマゾン電子書籍にて出版、違法人地球を歩く、未来を開く。 不登校生英国において授与された、最も優秀なマスターヒーラー、アミの称号は島の老子による賜物ものとし、いついかなる場合も、地球のどこにいても、必要な時は駆けつけます。必要ならば、全財産をすぐに送ります。と深い感謝を表して誓い、同様のメールを大菩薩禅道を通じ、島の老子へ、再度送っている。他に発明家、 チェスター・カールソンをはじめ、多数の人々が、島の老子への深い感謝と感銘によって、寄付を申し出られている。また、金剛寺闇は諸外国各地で出会った、貸仕掛けの日本人青年ほか、四愚税願いにより救った人々や弟子へ善を指導し、さらなる進化のため、大菩薩善道へ送り、島の老子へと委ねこをそうしている。不適切な関係については、 大きな誤解が多分にあるとして関係者らにできる限り、連絡し、適切な関係及び、真実を伝えるために訂正と証言を呼びかけている。ご協力いただける方は再編集のご協力、または、音苗字編 icloud.com までご連絡ください。2019年3月18日、ハワイマノア大学で訂正を申し出る。誤解を解き師匠である。 島の老子の栄養を何としても挽回したい。という金剛寺闇の意思に基づき、同大学図書室の職員全員が仕事を中止し、文書の確認と訂正に協力。不適切な関係については、同大学による確かな証拠ではなく、単に拝見しましたという意味のサインであることが新たに判明した。なお、ニューヨークタイムスへも、 真実を明らかにすべき取材を申し入れる。2010年7月19日、全スタディソサエティの理事会は、シマノが、同会の理事長職を受任し、2012年には、住職も引退すると発表した。2010年8月20日には、ニューヨークタイムスが、独自の調査とハワイ大学図書館に封印されていた、エートン文書を根拠に、シマノの四十年以上にわたる。 女性信者へ不適切な関係を報道した。この後、全スタディソサエティの理事会は、外部のコンサルティング会社フェイストラストインスティチュートを、雇い入れ対処策を求めた。2010年9月4日、フェイストラストインスティチュートは、島野の公の謝罪、即時引退を含めた提言を行い、その提言は、新しい倫理規範とともに、全スタディソサエティの公式ウェブサイトに、 掲載されている。2010年9月7日、島野は自らの行為を謝罪し、引退の時期を2010年末に早め、新規文化制の受け入れを中止することを発表した。ありがとうございます。